考える時間はねえぞ。ほれ、目の前。寝ぼけてて勝てる相手か？妙な構えだ。槍でも斧でもねえ。剣？いや、今まで戦った誰よりも それにあの剣、刀身の反りを使うのか、短剣の間合いにも対応してくる。冗談じゃねえ、丸腰相手に。俺はミクラガルドの戦士だぞ。ったく、どんな化け物どもに囲まれてやがった。農場の用心棒を。これほどの男がなぜ奴隷に。いや、熱くなるな。相手のペースに合わせてどうする。よう、トルフィン、お前の体は生きたいって言ってるぞ。そんな違いはねえってことだな。なら、いや、命の代償は
等しく命で払ってもらうぞ。お前らには相応の罰があるだろう。旦那が帰るまでお前らを縛って。もういい！ガレザル！それ以上締めたら死んじまう！ガレザル！クソ！なんて力だ！ガレザル！離せ！ガレザル！帰りましょう。ガルサル。もういいのよ。もう私たちの邪魔をする人はいないの。ヒャルティも待っているわ。見送ってください。おかえり、おかえりなさい、カルサ。